一四国とは中国の司書に記述される和国中の島国である。騎士和神伝では一大国とされるが他の司書では一四国とされ、津島国から末路国の童貞に存在することから騎士和神伝は五気ではないかとされている。一方五気ではないとする説もある。1993年長崎県教育委員会は 意気投の春の辻遺跡が一四国の跡であると発表し話題となった。山大国が支配下に置いていたとされる島国で、騎士和人伝では一大国、義略、領所、随所では一四国と表記される。大海国から南に千里のところということになるが仮に大海国を現在の津島とすれば、これは鹿児島県の南方海上になるため、 実際にどこであるかには論争がある。これについて、当時の中国では、一里イコール400から500メートルという長里が使われてきたが、関地や町については、議長で、一里イコール75メートルないし90メートルで、75メートルに近い長さの探索が使用されていたという説があり、これに従えば、おおよそ現在の域等の位置に当たると主張されている。 なお、日本の近代では一里イコール4キロメートルであり、中国の距離とは異なる。また南、渡り和ず線より名曰く関海、市市大国二また曰く彦福曰く雛森り方、か三百里立ちくぼく総林有う三千巨家、さあり立ち高殿なお不足色また南北市長、関円巻30にある義略の一文に次の、通り記述される。 死度一回戦予佐いたり、津島国祖の大観曰く飛行服曰く引くやつ、無料殿南北市長南土海市一四国地間、与太道地方三百里、関縁牧き三十疑略一分、両所牧き五十四列殿、第四十八所遺伝等以上はに次の、通り記述される。死度一回勝戦より名館会市一四国また、土一海船余り里名見ろ国。 両所巻五54列伝、第48書遺伝等位上は、随所巻八81列伝、第46等位国で、随氏の廃棄吉らが訪れた国である。津島国系在大会中またあず市一四国また、イタリツク四国、随所巻八81列伝、第46等位国、北市巻九94列伝第82において、次のように記述されている。 軽渋体型イタリア国、巡回水業、朝鮮国、ながら南ながら、東、七千余り里、四度一海、また南千余り里、土一海、かつ千余り里、名館海、四一四国。津島国系在大会中またあずま四一四国また、イタリ、つくし国。ありがとうございます。